東京のあるアパートで発見された絞殺死体。加賀さん、事件の鍵を握る美しき舞台演出家。人殺しなんですよ私。やっぱ超級だな。もし加賀さんの推理通りだったとしても私は罪に問われますか。新参者最後の事件、一歩も明治座から外へ出ていない。犯行は不可能だ。この殺された似顔絵の男は誰だ。そして殺した奴は誰だ。他の関係者にも全てアリバイがあった。この嘘を暴くにはどうしてもこのピースがいる。犯人にまんまとやられたよ。 DNA が焼死体と一致した。そいつは二度死んでいる。まだ調べてないのは俺？俺か。この事件は俺の過去と関わりが強すぎる。私は母親であることを放棄したんです。お父様の本当の気持ちを未だ理解してないバカ息子です。加賀の母親の遺品から面白いことが分かったぞ。2つの事件は完全に繋がった。京さん、一斉してやる。頼むよ。お父さん、真実を知ってるのはただ一人です。やめて。祈りの幕が降りるとき。